私を嘲笑う記事ばかり。新しい装置をおもちゃ呼ばわりだ。私は人道的な処刑方法を考案したというのに、新聞は否定的な記事ばかり掲載している。ギロチンの利点を強調した記事を印刷してくれないか。そして街で売られている新聞とこっそり入れ替えてもらえないだろうか。しかし博士、処刑の目的は国家による懲罰の恐ろしさを人々に示すことだという点には同意されないんですか。だぞ、新しい見習い、急げ、記事をすぐに印刷しなきゃならん。クソを漏らしたような匂いがするな。まさかそれがお前の普段の匂いだ。恥だ。新しい装置が公開処刑の見どころを全て奪ってしまう。ここまで取り戻せるだろう。その通りだ。急に叫んだら終わりだ。恥だ。新しい装置が公開処刑の見どころを全て奪ってしまう。ギロチン博士の奇跡的な装置。これはお高く止まった貴族様、知り合いか。これは国家の恥だ。新しい装置が公開処刑の見どころを全て奪ってしまう。ギロチン博士の奇跡的な装置は人の首を瞬く間に切り落としてしまうそうだ。